吉田さん、おっしゃる通り、未来は僕らの手の中って言いますけども、50歳でですね、ネットビジネス10年やっているやつってあんまりいないと思うんですよ。で、家族を養っているってやつあんまりないんじゃないかなと思いますよね。で、そいつが元麻雀店、借金まみれ、これなかなかいないんじゃないかなと。ということは、あと10年続けたら、なんとか50代でネットビジネス10年ってやつが何人かいても、そいつらも辞めていくんじゃないかなと思うんですよ。ね。まあ、もしかしたら私が辞めるかもしれないですけどね。でも60になったらもう、まだ YouTube 出してるとかね。まだなんか FX やってるとかね。なんかまだね、ウイスパン食ってるみたいなね。ずっと放送していて、まさにその健康をネタにしてもいいと思いますし、昔はこうだったよね、みたいなことを話してもいいと思うんですよね。まあそうすると、ああ、そうそう、そんな感じだったよね、みたいな。例えばライブ放送して、65歳で私がね、ライブ放送するとするじゃないですか。そしたらやっぱり同年代ぐらいの人が集まると思うんですよ。で、同年代の人って、もうすでにライブ放送見る専門で多分発信はしてないと思うんでね。そうなってくると、ああ、同じ世代のやつらが YouTube やってるら、ちょっとどんなこと喋ってるのか見に行こうかな、みたいなね。まあそんなことも期待できるかなと。まさに未来は僕らの手の中。ただし、その手でずっと手持ちのカードをね、配り続けた人にだけ手の中にいつかロイヤルステートフラッシュが来ると。まあ2ペアかもしれませんけどね。でもやめちゃった人ってすでに手にカードがないんで、未来になっても手の中にカードなしですよね。空手ってやつでしょ。そうなるときついですね。とりあえず私はこの、なんか、YouTube の発信やめるっていうビジョンが浮かばないんで、多分このまま続けるんじゃないかなと思いますし、FX もやめるっていうビジョンがないんで、これもずっと続けると思いますし、速稼塾も多分ね、ずっとやるんじゃないかなと思いますね、このまま。やめるって何が考えられるかな。本当にね、死ぬぐらいしかないんですよ。あと、インターネットっていうのは世の中から規制されて、もうできなくなりましたとかね。あと、日本が中国共産党に支配されましたとかね。そのぐらいでしょうね。極端なことがないと。でも、その極端なことが起きるのが歴史ですからね。ポルポト派なんて、あれでしょ、知識人を全部ね、やっちゃったみたいなことがありましたけども、あれ、だって50年くらい前でしょ。40年前。まだ私が生まれて、10歳になる前ぐらいのことですよね。カンボジアで大量な3分の1ぐらいの人口が減ったらしいですよ。国の政策によって、国の政策で国民をなんかね、大した裁判もなくって、そのままズドンみたいなね、老若男女構わずですよ。なんか一族単位でやったらしいですね、あれってね。例えばメガネをかけてるやつがいたら、お前ちょっと知識人か、全員しょっぴけみたいな。本を持ってる人がいたら、本を持ってる人がいたら、全員しょっぴけ。当然、弁護士、教師、全員しょっぴけ。みたいな感じですよね。で、人口が3分の1になっちゃったところで、政権が倒れて、悲劇が終わったというね、ポルポト派。すごいですよね、ポルポト派。ポルポト派で検索をお願いします。